皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、テイルズ・オブ・ファンタジア実況プレイパート34やっていきたいと思います。と前回は、ボルトと契約をして、で、レアバードという乗り物を入手しました。これですね、まあ、空を飛んでね、いろんなところに行けるようになったので、これを活用して、まあ、いろんなところにね、冒険に行って、まあ、簡単な回収をやっておきました。特に現時点でサブイベントあれこれ触るみたいなのは特になかったんで、まあ、ちょっとチャレンジとして、闘技場をね、一回だけやってみました。初回はね、そんなに難しくなくて、まあ、何回かやってると、どん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 難しくなっていって、今のレベルではね、多分きつくなってくると思います。まあ、多分今のレベルでも、まあ、どうだったんだろう。結構サクッといったからな。まあ、もしかしたらこれのせいもあるかもしれません。ドン。まあ、レベルは多分前回とそんなに変わってないと思うんですけれども、お金多分、前回のパートよりもがっつり減ったんじゃないですかね。これまだ13万持ってる方なんですけど、というのもですね、まあ、世界中冒険できるので、もうね、本来まだこの時点じゃなくて、割と先のね、街に行って買い物をしておきました。その関係でちょっと微妙に、中途半端に発生してしまったイベントもあるんですけれど、まあ、ロンドリーネの、お父さんだと思われる人の持ってた剣のドラグノフのイベントがちらっと出ちゃったんですけれども、まあそんな感じでね、いろんなところを冒険して装備を整えました。これがクレスの装備です。とレザーブレードと、あとレアシリーズです。これによってね、まだレベルはそんなに上がってはいないんですけども、まあ、属性耐性がついてたり、攻撃力がね、めちゃくちゃ高かったりということですね。多分買えるものの中では、多分これ相当強い方に入るか、下手したらただ買える武器っていうのであれば、もう最強クラスの装備なんじゃないかなと思います。もちろん高かった。まあ、他のキャラクターも、ミントもね、もうユニコーン本よりも強い装備がね、手に入ってしまいました。ホーリースタッフ。あとはね、いろいろとミニゲームをやって、こういったスタークロークとか、こういったものも集めておきたかったんですけれど、今回ちょっとミニゲームは、あまり触らない方向でね、やっていこうかなと思います。シルフィーブル、これはまあヒルトですか。で、ロンドリーネもレアプレートを装備して、チェスターも、クレセントアローにレアプレート、で、レアガンドレットか。で、クラスも一応鎧、レアプレートを装備させました。これによって、まあ、ある程度全キャラクターね、強くなったと思います。それもね。さて、まあ、装備面はね、大丈夫なんですけども、これ問題は結局ね、レベルですね。まあ、イベント進みつつやっていきます。アルバニスタまでやってきました。さて、アルバニスタでね、イベントをやっていくわけなんですけども、このままここまで行っちゃってよかったっけかな。ちょっと寄り道。どうだっけ。あ、あれだ、あれだ。あれね、中身確かすんごかったと思うんだけど、あのカニさんをね、どうにかしないといけないんだけども、あ、でもな、これ、過去の時代でこの宝箱を取ってるか取ってないかで変わってくるんだけど、あれ、俺取ったっけかな？動画内で取ってなかったと思うんだけど、もしかしたら撮影会でちょっと取っちゃったかもしれない。となると、あの中身にね、いいアイテムじゃなくて、普通のハーブとかがランダムで入るシステムになっているようなので、まあ、撮影外で回収かな。まあ、一応当たりのものというのは、スタークロークが確か1着入ってたはず。あんまり覚えてない。あとは何だろう。先の方のね、町ばっかり探索して、この辺の町は全然探索しなかった。お。頼もしいね。ご苦労さん。大変だ。何者かが城の中に紛れ込んだ。何？
また野良猫とかどこかの宿らしか。気を引き締めろ。忘れたか、そういう緩みがエクリプスの連中を侵入させてしまったの。おう、エクリプス、エクリプスってのは、まあ、ローンブリーネの育ての親の家系ですね。なんか技はもう引き継いでいるみたいなんですけれども。万全を期せ。ねえ、そのエクリプスって何のこと？ん？なんだ？私もよくは知らないが、暗殺を家業にしている組織だと聞いたな。一族だとも言ってた人がいたかな。こう。15年前に先代の国王陛下がお命を落とされたのも連中に狙われたかららしい。200年前にミッドガルズ国王が殺されたのもやっぱりそいつらのせいだって言われてる。200年前っていうとダウ…あ、違うか、ダオス…うん、ダオスとの一件があったのは合計すると150年前だから、それよりも50年前ですね。まさか、確かロディのお父さんがその一族の人。でもさ、ロディのお父さんって老いぼれビクトルとか言われてなかったっけ？それは表向きの顔で、実は暗殺が目的で城に潜り込んでたってところか。もう私には何が真実か全然わかんないよ。でも、そっか、父さんはミッドガルズの資格に追われていたんだもんね。ミッドガルズ国王の暗殺に関わってるっていう話が本当かもしれないよね。ああ、ミッドガルズで大きな仕事をしたってそのことかな。そう考えても話がつながっちゃうよ。お話を聞いていると、お父様はロディさんをとても大切になさっていたように思います。本当のことを話さなかったのは、お父様には何か考えがあってのことではないでしょうか。父さんの考えってもう聞けないよね。ロディさん、大丈夫だよ、ちょっと驚いただけ。でもいろいろ裏切られた気分かな。立派な人、英雄だと思っていたのに正反対に暗殺者だったなんて。あの父さんが実の両親に捨てられて、育ての親にまで捨てられた感じ、なんか寂しい。うん、悔しい。私は何なんだろうってさ。ロディは本当にお父さんのことを好きだったんだね。そうなのかな。だからダオスと戦うとき、お父さんの剣を持ってこうと思ったんじゃないの？あれは父さんの大切にしてたものがそばにあったら力強いなと思って。ほら、やっぱりね。それにさ、嘘つかれてショックってことはさ、好きだったってことなんだよ。そうですね。だからその嘘だって。あ、目を思ってのことだと思います。そうだね、一応クレスもミントに対してお母さんのことで一個嘘ついてましたからね。ミントはもうそのことを聞いてしまってたというか、クレスがミントのお母さんの墓参りをしているところに偶然ね、ミントも立ち合わせてしまったというか、まあそのことまだクレスは気づいてないわけなんですけども。真実を知ればロディさんが悲しく思うから、うん、幼少のロディさんでは耐えられないかもしれないと考えたのではないでしょうか。そうだとしても、父さんから聞いた話とは全然違うんだ。私にはお父様の気持ちが分かるような気がします。大切な、本当に大切な人だからこそ伝えなかった。いえ、伝えられなかったのではないでしょうか。きっと
お父様はロディさんをとても大切に思っていたと思います。どうしたの、ミント赤くなって。クレス、ミントに何したの。ロンドリーネのお父さんのことをクレスにこうかぶせながら喋ってましたね、この人。僕は何も。大切か、そうなのかな。私は本当のこと知らなくてよかったの。うん。あ、で、撮影外で見てしまったロンドリーネのイベントなんですけれども、以前、どっかで、どこだっけな、多分ユークリッドだったかな。で、お父さんの剣だと思われるドラグノフを持っている人に会って、で、まあ、エクリプスだったらただでくれるという話だったんですけども、ただのこのエクリプスの一族に育ててもらったというだけだったので、譲ってもらえなかったんですよね。で、それをね、ある町に行ったら、その人が魔物に襲われていて、まあ、それをね、ロンドリーネがそのエクリプスの剣技で助けたところ、もうエクリプスのね、その血は受け継がれているんじゃないかみたいな、なんかそういう志を築かれてるんじゃないかみたいな、血は繋がってなくてもみたいな、そういうところに感動してドラグノフ一応譲ってはくれたわけなんですけれども、まだね、いろいろと解決するべきのものがあるというか、なんかそういう関係でね、まだロンドリーヌの中に気持ちの整理がついてなかったようなので、とりあえずその場所にね、そのままドラグノフを置いてきてしまったということですね。なんでまだ武器がね、ドラグノフじゃなくて99という新しい武器ですね。もしね、そのドラグノフ手に入ったら絶対強いと思うんだけどね。楽しみだな。そうなってくるのかな。またか、こう、このバージョンならではの隠しクエストみたいな、サブイベント的なね、何かがあると、ちょっと、めんどくさいんだけども。さてと、まあ、料理とかの回収もあったんだけど、どうしようかな。その辺は、撮影がいいか。よし、じゃあ、ゲームを進めていこうと思います。一応、闘技場クリアしたんで、クレス1個、奥義が増えました。何増えたんだっけか。多分、これかな、獅子高破産かな、多分、これだと思う。で、一応先行レパーマスターしたんですけど、やっぱ古賀破産が使いやすい。なんだ貴様らは。ここは貴様らのような者たちが来るところではない。おっと、さっさと帰れ。しかし我々はハリソン殿に頼まれて。黙れ、待ちなさい。ハリソン殿。その方たちがこの間話した人たちです。丁重にお通ししなさい。この者たちがですか。これは失礼しました。下がれ下がれ。部下の非礼をお許しください。どうぞこちらです。いや悪いね、通してもらうよ。あいつらがダオスを倒せる奴らってよ。まだ子供じゃねえか。大丈夫なのか。2回勝ってるから。お連れいたしました。あれ？ご苦労だったな。ああ、そっか、エルフだから生きてんのか普通に。ルーングロムさん。ルーングロムさん。誰？過去で会った人。ここの宮廷魔術師なのよ。まさかまたルーングロムさんにお会いできるなんて。伊達にエルフの血は流れていないよ。本当はこんな形では会いたくなかったんだが、しかし君たちに会えて私も嬉しいよ。へえ、この150年普通に生きて、このね、アルバニスタの歴史150年分をね、しっかり見聞きしてきたわけですね、この人は。すごいな。ルーンさんもお変わりなく。ああ、積もる話もあるだろうが、先に陛下に会ってくれないか。だとするとアーチも普通にいてもおかしくないよね。まあ今この時代にいるわけだから、その辺は多分歯車がね、調整されてるのかもしれないけれども。国王陛下、過去からの使者の方々をお連れいたしました。
大義であった。ハリソンから話は聞いておるとは思うが、ダオスは今や全世界の脅威となっておる。ダオスに未来へ未来へと時間転移する力がある限り、永遠にいたちごっこになってしまうのはすでに明らかだ。しかし我々もただ漫然と戦い続けてきたわけではない。と言いますと？トールで発見された超古代の遺産から問題を解決する鍵となる情報が得られたのだ。鍵ですか？超古代と呼ばれる数千年の昔、大陸は3つの大国によって覇権が争われていた。話くらいは聞いたことはあると思うが、オーディーン、フェンリル、そしてトールだ。北方神話、なんだ、ラグナロクでも起こす気か。隕石の落下によってトールが海に没した後、泥沼化した戦争に二国の滅亡という形で終止符を打った謎の男たちが現れた。彼らが使っていた三種の武具、そのありかを記した文書が見つかったのだ。それがあればダオスを倒すことができるのですか？その三種の武具は融合させることで時間を操る魔剣へと変化するらしいのだ。お、つまりダオスの時間転移を封じることができるというわけですね。その通りだ。詳しい話は魔術研究室の者たちに聞いてほしい。しかしこのような若い者たちがダオスを倒すとは、お主らの話は伝説となって我が王国に伝えられているのだ。今から150年前、世界の敵となっていたダオスを倒したと万策尽きた我々にはもうお主らしか頼るものがない。吉報を待っておりますぞ。よし、やってやろうじゃないか。早速情報聞きにね、行ってみましょう。どうだっけどうだっけここかな。あ、これこれだ。この人の呪文書はもう買っちゃったので関係ないね。超古代の王国である、あ、超古代の大国であるフェンリルは現在のフリーズキールの町にあったという話よ。そこに行けば三種の武具の話が聞けるんじゃないかな。フリーズキールの町はこのアルバニスタの真北にある大陸にあるんだけど、海を越えないとね。それは余裕だね。実はまあ撮影外で装備の回収にね行ったのがフリーズキールの町ですね。まああと他にもう2カ所寄ったんですけども、まあいいもの売ってたね。その分お金も一気に減っちゃったけども、ミスティシンボル結局買えないっていうね。三種の武具、トールの文献によると炎の剣と氷の剣、それと契約の指輪らしいね。契約の指輪、なるほど。また何かと契約するのかな。もうちょっと開発環境を良くしてほしいよな。それだけか。超古代の大国であるオーディーンはフレイランドの火山地帯にあったらしいよ。文献ではそこは当時緑豊かな大地だったらしいね。なるほど。もしかしたらその炎の剣の、影響で砂漠化してしまったのかもしれないですね。ってなるとまあフリーズキールも似たようなものなんでしょう。フレイランドの火山地帯には超古代の建造物が今でもそびえ立っているらしいの。なるほど。最近忍者の魔物が現れてきたよ。ダオスに操られているのか作り出されたのか。うん、そうですね。ではまあ一応も次、まあ、目的地としてはまあフリーズキールに行くかフレイランドに行くかというところなんですけども、多分難易度的にはフリーズキールの方が低いと思われるので、まずフリーズキールに行くことを目的に活動していこうと思います。でですね、まあ、この段階でいくつか、回収できる要素がありまして、でぜひともねやっておきたい要素なので、すいません、スーパート使ってそのね先に回収をいくつかやっていこうかなと思います。多分残りの時間でやるのはきついな。じゃあすいません、ちょっとまだちょっとイベントで微妙に先に進んだのと、あと微妙に俺のあの余計な話で長くなってしまったのでちょっと申し訳ないんですけれども、今回はここの辺にしておいて、で次回そのまあサブイベントね、いくつかやっていこうと思います。もちろん全部やることは不可能なので、まあそれ何回も言ってるけれどもまあなるべくね、
回収しておきたいやつ、まあ、ピックアップしてやっていこうと思います。はい、というわけでテイルズ・オブ・ファンタジア実況プレイパート34、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれなー。